サンフランシスコフォーナイナーズゴールドラッシュ石田巻は東京都出身のチアリーダー。NFL のサンフランシスコフォーナイナーズのチアリーダーに日本人として4人目に合格した。身長160センチメートル。父親は元ラグビー選手、後に実業団チームで監督を務めた。姉が一人いる。彼女は小学校の時にはサッカークラブに所属していたが、 その後近所に住んでいた日本大学フェニックスの篠ノダケ、ミキオ監督の影響でアメリカンフットボールに興味を持った彼女は選手になりたいと思ったが当時女性のチームはほとんどなく、そこでチアリーダーになる目標を持った。しかし、大妻女子大学短期大学部にはチアリーダー部がなかったため、三和銀行に入社してから X リーグの三和銀行ラークヒルズのチアリーダーとして、 キャリアをスタートさせた。その後名称をシルバー・ラーク・ヒルズと名称が変わってからも活動を続けた。1999年に語学留学したことのあるカリフォルニア州サンディエゴにあるイクルのサンディエゴ・ガルズのオーディションに2003年合格し2004年から2年間チアリーダーを行った。2006年にサンフランシスコ・フォーティナイナーズのチアリーダー組織である ゴールドラッシュに合格し、その後2007年、2008年と3年連続で同チームのチアリーダーを務めた。アメリカ在住中に大学でパーソナルトレーナーになる資格を学んだ。日本に帰国した後はダンスの指導などを行っている。2008年から毎年夏に開催されているコンテスト、夏チアでは2013年と2014年の2年連続で審査員を務めている。 ありがとうございます。